お葬式の模試お疲れ様。今日は一緒に手伝えなくてごめんね。仕方ないよ。子供が先月生まれたばかりだし、親戚のみんなにも妻は子供の面倒を見てるって言っておいたから。説明ありがとうね。今日はどうする？そのままご実家に泊まることになりそう？ああ、ちょっと遺産関係でいろいろありそうでさ。親父の遺産整理でしばらく実家にいるかも。遺産でもいろいろって、それ大丈夫？ドラゴンみたいに遺産相続で揉めるってこと？そんなわけないだろ。俺は親父の一人息子なんだからさ。母さんも早くいなくなってるし、俺しか相続人はいないよ。まさか、お父さんの後妻がいたとか。楓、ドラマの見過ぎだぞ。親父に後妻も浮気相手もいないよ。冗談だよ。お父さんとっても真面目でお堅い人だもんね。でもそれじゃあ何があったのよ。実は、親父の遺産が3億もあるみたいなんだが。え？3億？びっくりするよな。久々に実家に帰って財産整理してたら、親父専用の戸棚から大量の株券が出てきたんだ。お父さん株なんてやってたんだ。俺も知らなかったよ。100万くらいかと思って銘柄を調べたんだけどさ、なんと今上場企業にまでなってて、売れば3億になるみたいなんだ。すっごいじゃないのそれ。3億の遺産ってこんなのめったにあることじゃないよ。俺もそう思うよ。堅物で生真面目な性格は嫌いだったけど、生真面目ゆえにちゃんと子孫に残すもの残してたな。親父には感謝だぜ。そんなに遺産があるならどうしようか。お家のローンなんて余裕で完済できちゃうね。あとは子供たちの学費の貯金もできるし、いつか海外留学行きたいって言われても笑顔で送り出せるね。おいおい、遺産は俺のお金だぞ。なんでお前が使い道を勝手に決めてるんだ？ああ、ごめんなさい。でも大体はそんな使い道になるでしょ？お父さんが大事な子供や孫のために残したお金だもの。無駄遣いなんかせずに大事に使っていこうね。ああ？この金は俺の金だぞ。俺のための金なんだ。なんで妻の楓や子供のために使わないといけないんだ？え？この親父の遺産3億円は俺がありがたく使わせてもらう。まずは会社を辞めて世界一周旅行だな。その後はまあ適当に暮らしても余裕で生きていけるだろう。ちょっと、そうた、仕事を辞めるって何言ってるのよ。3億円もあるんだぞ。馬鹿らしくて働いていられるかよ。私も子供もいるんだよ。確かに3億円は大きなお金だと思う。でも一家3人で使ったらあっという間になくなると思う。仕事を辞めるなんてやめようよ。楓も無職のくせに俺にだけ働かせるつもりか。私は無職じゃなくて育休中でしょ。ちゃんと育休を終えたら仕事に復帰するわよ。俺はもう働きたくないんだよ。遺産3億は手に入る男だぞ。俺は選ばれた男ってことなんだ。つまり自由になっていいんだよ。ある程度の自由はわかるけど、ソータには妻の私と子供がいるんだよ。守るべきものがあるんだから、少しは自重してもらわないと。よし、それならお前とは離婚しよう。は？楓たちがいるせいで俺が自由になれないなら離婚だ。守るべきものがない俺は自由なんだ。離婚って本気で言ってるの？子供も先月生まれたばかりなんだよ。ソータがこの子の父親なんだよ。とりあえず父親として養育費を払えばいいんだろ。は？遺産も入るし養育費なんて余裕だよ。楓も働いてるし養育費は2000万でいいか。ちょっとソータ、あなた養育費さえ支払っておけばいいと思ってるの？ソータはこの子のたった一人の父親なんだよ。ただ血が繋がってるだけだろ。経済面の責務は果たすって言ってるんだから文句言われる筋合いはないぞ。確かに経済面の責務は大事だけどさ、夫婦二人でいることが子供にとって一番の幸せだと思わないの？わかったぞ。お前は子供を理由に離婚せずにこっそり俺の遺産3億を使い込むつもりだな。はぁ？こんな大事な話し合いの時に寝言なんてやめてよね。おぉ、図星だからって慌て出したな。そうた？あなたの頭っていつからキノコが生えていたの？そんなの生えてないよ。お父さんの遺産を横取りしようなんて思ってないよ。私は子供のことを考えてほしいの。は、どうだかな。お父さんが何のためにソータにそれだけのお金を残したのか、しっかりそのキノコの生えた頭で考えてよ。だからキノコなんて生えてないって言ってるだろ。親父も息子の俺が自由に使った方が嬉しいはずだ。この腐れキノコ頭め。
遺産3億のせいでアホ金が増殖したようね。ちくしょう、夫にそんなことを言うつもとは離婚だ。俺には親父の遺産3億が入るんだよ。養育費も一括で支払ってやるから、子供はお前が面倒見ろよ。じゃあ離婚後に接触してきたら3億円支払うってサインしてね。え？私も子供も自由になるためにいらないんでしょ。なら誓約書にサインくらい簡単よね。いや、まあ余裕だけど、3億円の誓約書って。もしその誓約書にサインしてくれるならすぐに離婚してあげれば。慰謝料も財産分与も何もいらない。子供の養育費2000万だけであなたを解放してあげる。本当か？じゃあすぐにでも離婚しよう。養育費は今日中に振り込むよ。離婚届もすぐに送る。じゃあ送金を確認でき次第離婚届を提出しておくわね。どうぞこれからは自由に世界でも地獄でも好きなところに行ってください。俺の行くところは全部天国だぜ。じゃあ子供のことはよろしくね。おい楓、まだセーフか？離婚届まだ出してないよな。急にどうしたのよ。元旦那からの LINE ほどうざいものはないんだけど。元旦那なんて冷たいこと言うなよ。まだ離婚届出してないだろ。俺そっちに戻るから、また家族3人で暮らそう。はぁ？会社辞めて世界一周はどうしたのよ。お父さんの遺産でウハウハ人生を送るんでしょ。その予定は中止だ中止。ちくしょう、俺の計画が横取りされたんだよ。え？ソータは一人息子で他に相続人いないんでしょ。お父さんの遺産を横取りするような人なんてどこにもいないわよ。そう思ってたんだけど違ったんだよ。実は俺に腹違いの兄貴がいたんだよ。え？今日突然弁護士さんと一緒に兄だと名乗る人がやってきてさ、親父の遺言書だって封筒を持ってきたんだ。お父さんの遺言書？そこに遺産は全て腹違いの兄に譲るって書いてあったんだ。いろんな人を呼んで確認してみたけど、遺言書は親父の直筆だし効力があるらしい。ソータにお兄さんがいたなんて、事実はドラマよりもきなりね。ちくしょう、俺の3億円だったのに、兄だとかいう知らない男は全部持っていきやがって。でもどうしてそのお兄さんが全部相続するの？普通は兄弟で仲良く分けなさいってならないの？親父のやつ、その腹違いの兄貴を認知していたくせに養育費を払っていなかったらしいんだ。え？それをずっと後悔していたみたいで、生きてる時はできなかったからって。それで遺産すべてお兄さんに。なるほどね。こんなのあんまりだよ。会社にももう辞表出したのに、世界一周旅行のチケットも購入したばっかりなのに。あらら、先を急ぎすぎたみたいね。この日はお前のカレーを食べないと元気が出ない。明日にはそっちに帰るからカレーの準備を頼む。わかったわ。3億円のカレーを食べに来てくれるのね。え？私ついさっき離婚届出してきたの。だからソータに書かせた誓約書の効力は発動よ。離婚後私たちに接触したら3億円支払うのね。もう離婚届出したのか？早すぎだろうが。養育費2000万が確認でき次第すぐ出すって言ったじゃない。私は宣言通りにしたまでです。ふざけるなよ。俺は離婚なんて認めないからな。楓が出した離婚届は無効だ。バッチリソータの直筆印鑑もあったので無事に受理されました。私たちはすでに他人です。ふざけるなよ。直筆印鑑の効力はあなたが身をもって知っているでしょ。遺言書も誓約書も離婚届も全部正式に認められているの。元旦那にカレーを作るぐらい私的にはどうでもいいんだけど、ソータはちゃんと3億円用意できる？できるなら結構いい食材使って美味しいの作ってあげるけど。3億円なんて用意できるわけないだろ。遺産か宝くじに当たらない限り用意できないわ。そうなんだ。じゃあカレーも作らないし会いに来ないでね。今の私は子供と二人っきりで幸せな時間を過ごしているの。待てよ。子供にとって両親は二人揃ってた方がいいんだろ。今なら前みたいに元に戻れるぞ。ああ、そのことなんだけど、バカキノコ生えた父親が近くにいる方がこの子にとって害だよね。え？愛情も常識も持ってる両親なら子供のためになるだろうけど、父親失格の人がそばにいても子供にとって悪影響だと思うの。だからあんたと復縁する気なんてさらさらないから。じゃあ復縁は諦めるから。だから養育費2000万だけでも返してくれないかな。はぁ？会社辞めたし、チケットのキャンセル料はかかるし、お金が必要なんだ。父親がいらないなら父親の責任もいらないだろ。
払ってやった養育費2000万を返してくれ。ほんと、あんたって頭がバカキノコに侵食されてるのね。なんだと？あんたにはお父さんの血がちゃんと流れているの？父親としてそばに入れないなら最後にお金くらいは残しなさいよ。お父さんみたいにさ。やめろ。今俺は3億円を失った気持ちで心が辛いんだ。親父とあの腹違いの兄貴のことを思い出させるな。そうともお父さんのことを見習って、最後くらいはこの子が胸を張れる立派な父親でいてあげてね。養育費という形でさ。それじゃもう二度と顔見せるんじゃないわよ。遺産3億円を相続できなかったソータは慌てて会社に辞表の撤回をしたそうです。なんとか退職は免れたそうですが、遺産騒動が社内で知れ渡り、遺産に目がくらんで妻と子供を捨てた男とひそひそと陰でいろいろ言われているそうです。ちなみに私と子供は育休の時間を楽しく過ごしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。